はい、インディーズバンドオロムさんのリーダーことボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、8000人ありがとうございます。チャンネル登録数8000人、タバコこっちのとこありがたい限りでございます。チャンネル登録数8000人超えましたということで、今がね、はい、ちょうど8000何ぼやろ、多分8370人ぐらいかな。なんやかんや言うて、もうちょっとで8500人ですよ、コウさん。そう、8500人、9000人すぐじゃん。どうします、1万人めっちゃ近づいてきましたよ。どんどん来てるでね、ありがたいことで、8000人も超えてくるとね、コウさんね、電車の中で声かけられるっていうね。そう、今日、現象が今日ね、大阪環状線を天王寺からここ京橋なんですけど、はいはい、京橋に向けて乗ってましたら、はいはい、横にちょっと、うん、まあ綺麗な女性の方がですね、うんうん、なんかモジモジしてるなと分かってたんですね、うん、多分分かってたんですよ、モジモジしてらっしゃるなと思って で、多分そこで確信が取れて、あ、なるほど、ね、なるほど、ご本人さんが、はい、ルームさんのコウさんですかって言われて見つかりましたということで、電車の中でおっちゃん芸能人みたいなことになってますね。おっちゃん、これで2回目ですわ1回目、ね、普通に見つかったんは、はい、あれあれあれ、うちの地元で、あ、近所でね、はい、実家の近所で見つかるという、こんな田舎でなんで見つかんのと思ったんですけど、逆にすごないです、それすごいなと思いながらいや悪いことできへんし、なんかね、変なお姉ちゃん連れてこれ歩かれへんわ思って、ねね、すげえ若い子連れてこうやって歩いてるとか目撃されたら ねいや、もう多分女の人連れてるだけでダメだと思うで、多分お子さんなんで、そんな私以外の女の子と歩いてみたいな、そうだってもう視聴者さんってこのセットでしか見てないやそりゃそうだよ、他の人がすごく違和感が感じるやろなと思う、ね、浮気や言われますよ浮気や言われる、浮気や言われますよ、別に他の女性と歩いてても浮気ともなんともないんで、俺はね、別にそういうことじゃないんだけど、付き合ってるわけじゃないんですけど、ね、いやでもなんかイメージあるもんな、ね、まあまあ確かにね、イメージあるからちょっと気ぃつけようと思いながら、ニコイチっていうねイメージありますもんね、我々ね、あんまりこう変なことできませんということでいやもうでもね、逆に私一回もないんすよ、声かけランさんは一回もないんすよ、怖いから、だからひょっとしたらその言わんけど見てる人はいるかもしれない、あ、でも一回なんかランさんっぽいの見かけましたっていうのありましたね、コメントは、あ、三宮で、三宮ででしょ、ごっつい顔して歩いてるっていうのだから声はかけられへんけども見てる人はひょっとしたらいるかもしれないよね。でも私数の時ね、自分でも思うんですけど、うん、まあまあ怖い顔しとんなって思うんですよ、うん、なんか不機嫌そうっていうか、眉間にしわ寄せながら歩いてるんだよね、普段から。そう、それぐらいね、1万人とかね、また2万人とかなってくると、ちょっと背中になってくるもう今からですけどねちょっと言うてももうね、変なことせんように、タチションとかせんように、いやもうそれほんまあかんですよ、ね、本当にタチションとか、歩きタバコとか、歩きタバコとかね、僕タバコ吸うんで、歩きタバコとか、あとね、その、なんか誰かに吠えてるとか、あ、吠えてる、なんかめっちゃ怒ってる姿を見られたりとか、お行儀をしとかなあかんですよ、お行儀をしとかんと、いやランさん頼ますよ、ほんまに、いやもう気をつけます、私もね、いろいろそういうことも、でも今から考えといたらね、これが2万人3万人いっても、まあね、慣れたもんですよ、まあね、酔っ払って吠えへんようにだけ気ぃつけます声でかなるから、いや本当にね、ちょこちょこ、まあ年に何回かこういうことが出てくるのかなとちょっと思いますね、やっぱり言って、多分その関西の方多いと思うんですよ、視聴者の方って、だからまあこういうこともちょこちょこ出てくるかなと、今後は電車の中で声かけられるだなんて、電車の中で声かけられる思えへんかって、ね、ちょっとなんか他の人も、え、誰あの人って感じで見るじゃないですか、多分ね、その乗る前から、分かってて、隣に座りはったから、あ、なるほどね、もじ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 ってか、何やこの人と思ったんですけど存じ上げておりましたっていう方ですね、そうそう、存じ上げておられましたいやもうありがとうございます、まあ、そんなことになってきまして、まあ、なんやかんやで8000人になりましてですね、まあもう言うてだからもう年内は9000人多分いかへんかなっていうぐらいなんですけども、まあ言うて1万人もちょっと見えてきたということで、なんやかんやでもそこまで来ました我々、ね、去年の本当48人の登録者の時から、ね、コツ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 毎日更新をしまして700本の動画上げて、ね、はい、今年の初め
ぐらいの時点でまだ5000人行ってなかった、ね、行ってなかったですね。今年のね元旦は3000何倍だから、まあ、4000人も行ってなかったんちゃうかな。そうですよね、11月で3000人でしょ、うん、だから元旦の時には多分まだ4000人も行ってなくて、ね、多分2月3月ぐらいに4000人行ったとか言ってですね、そこから5000人6000人になって、ね、早いもんで、ちょっとそこが早かったんですよね。早かったです。本当にね、もうあの飽きずに皆さん見ていただきましてどうもありがとうございます。ただ喋ってるだけの番組でございますけどね。本当喋ってるだけの番組ですよね。いやでもこうなるとね、本当その1年半前の自分は思ってなかったですから。いや私もね、想像してなかったですね。ちょっと早いんですよ、やっぱりその、テンポがね、思いました。だって、ね、本来は1年で1000人達成しようぜっていう風に頑張ってて、でまあギリギリいけるかな、ね、いけへんかなっていうぐらいだったんですけども、それがね、なんか第一段階で跳ねるっていう、ちょっとポンポンと段階がありまして、1000人超えたんがだから3月から始め出して多分ね5月の後、2ヶ月で1000人ぐらいいってるんですよ。で私が登場しだしたのが1000人超えてからなんで、この番組に。なんで早いもんですね。だって3月ぐらいのその大阪城公園です、違うわ、あのどっか公園で撮影した時あったじゃないですか、あの時にまあ今年7000人ぐらいがまあまあ今のペースだったら妥当なんじゃないのかなっていう話してたのが、予想よりはるかに超えてね、ちょっと8000人超えましたもん、ね、8300人で言うと多分あの年末までに9000人、まあ、8500人は超えるかなっていう感じなんですよね。まあまあ、どん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 進んでいっておりますわ。ありがたい話。そうですよ、ね、まあ、本当にね、何事も継続ですよ、ランさんね。継続でございます。続けてることですね、あの毎日こいつらやってますよっていう、うん、あの意識づけをね、あのしていただくことによって、あのいつも私たち YouTube にいますよみたいな感じの、とにかく毎日何かしら上げとりますっていう、ね、まあ、その安心感を提供してるのかなと思いますけど、ね、うん、いやなんかそれが一番なんか私たちの、まあ、特徴といいますか、うん、なんかすごいなんかこう爆笑するほどの面白いことはやってないですよ、うん、ただなんかこういつもいてますっていうスタンスがちょうど2人に合ってんのかなっていう。いつも僕たちがいますよ。そう、ちょっと気持ち悪いかは知らんけど、ちょっといつもいてますよということでね、まあそんなことで、まあね、なんでしょうね、まあ幸せですね、僕は。でもこういうふうに、こういうのができるっていうのがあって、本当全然その、本当にね、実はほんまにやめよう思ってたんですよ、バンド活動、この YouTube やる前は。まあまあ、なんかそんなことをちょいちょい言うてましたよね。イラーっとしてたんですよ、すっごい、もうなんか進まんと。活動してても、まあいろいろそのお仕事もらってライブはしてたんですけど、贅沢っちゃ贅沢なんですよ、うん、でも僕進歩なければ嫌になる人なんで、でもなんかもうありますけど、あんまりなんかうまいこと進まんし、やっぱりこれファンつけなもう思んないよねって、ファンとかこうね、やっぱりこう露出していかなあかんよねっていうのがまずあって、どぶ板営業でやったところで、うん、その場所に定期的に行かんかったら意味ないんやなっていうふうには思いましたよね、やっててね。それでもやっぱりその増える数って少ないや、少ないです。我々毎月毎月ね、そのスーパー銭湯さんでライブやってたんですけども、それでもまああれ朝から晩までやってたけど、そうです、それでもやっぱりそのリアルでやるとなかなかこう難しいっていうところがあって、一時的に興味持って見てくれるっていうのはあるにしても、継続して我々をちゃんとこう応援しようっていう気になるのかって言ったら、いや、だいぶハードル高いなっていう思いはあったので、うん、なんかね、人が人のファンになる確率とかを計算すると、そういう生のライブでやってるともうほぼ何百年やらなあかん感じなんですよ、これほんまにそうで、うん、だからもうこれメディアしかねえぞと、ね、だからもうプロの人たちもメディア使ってパワープレイやってもう刷り込みっていう風にしてるんで、メジャーでもそうですからね、もう FM ラジオで散々鳴らすし、ね、テレビで CM とかタイアップするしみたいなんで、どん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 そのメディアで拡散していくっていう形がまあ普通の、まあでもこれ昔から一緒ですけどね、昔はもっとそのテレビの影響力が大きかったんで、そうですね、一発テレビ出ただけでも結構ね反響あったりするんですけども、もう今はね、まあ、我々のようなこういうインディーズというのはやっぱりこう YouTube もうしかないかなと僕は思っておりまして、まあ、逆に YouTube があってよかったですね。あってよかったですよ、逆にね、本当にね、これなかったら死んでましたよ。もうすでに存在してませんみたいなぐらいの勢いで、だからやってなかった、あそこで俺無理にでもこういうふうに YouTube やってなかったら、ですね、もう今頃ルームさん消えてなくなってましたから、なくなってますね。私もすることあらへんから、いらんことしかせへんよみたいな感じになってますけど、ほんといらんことばっかするんですよこの人。まあもうもうね、もう
目光らしとかないと、こういうとこやってでもね、本当に YouTuber ってよかったなと、今の時代、まあ、ね、大変な時代ではございますけども、まあ、YouTube がある、うん、この時代でよかったなと僕は本当に思ってますね。だからね、コロナ禍ですることないって言って嘆いてる人多いんですけど、私たちもすること多すぎて、うんうんうん、なんか早いですよね、YouTube 始めてからの月日の流れが。この1年半ね。めっちゃ早いですよ。今日じゃあ昨日ね、ちょっと過去の動画また見返してたんですけど、はい、面白かったですね、やっぱり過去の自分たちのおしゃべりを見てるとね、全然拙いでしょ。ちょっと BGM 大きすぎやろとか思ったりちょっと BGM 大きかったんですね、過去の動画ね。ちょっとこれ BGM 大きすぎひんかっていうまあ最初分からんもんね、そのバランスがね、なかなかね、分からなくて、それでやってたんですけど、やっぱりなんかこう、習うより慣れろっていうのはちゃんと立証されるなって思いましたね。本当にね、なんか喋りがもうなんか今になってもやっぱりどん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 良くなっていってるなって、ね、うん、自分でも分かるんで。だからね、これね、自信あるのが、我々のこのチャンネルの累計チャンネルめっちゃ増えてるんですよ。今すごい増えてて、そう、私もそれ思ってるんですよ。で、まあ、ある意味そのライバルではあるんですけど、うん、ここだけは真似できへんやろなっていうのも、このやり取りなんですよ、うん、この2人のね、このテンポとこのトークというか、まあまあ掛け合いというか、このやり取りは多分真似できへんよねっていう、もうなんか ね、ちょっとそこは自信ありまして、ミュージシャンやのになんで喋りでいくねんって感じですけどねまあでも武器は多い方がいいですから。そりゃそうですよ。そうそうそう、ね、だからこのね、掛け合いは多分真似できないなと、このテンポと掛け合いっていうのは、ね、なかなか。だってこれ言ったかて、まあ、2人がおしゃべり得意っていうのもあるとは思うんですけど、7年半ね、ずっと一緒に同じことやっとるんで、そりゃ、ね、ええ感じでかぶせれるっていうのはあるんですけど、やっぱりなんかこう、まあ、YouTube やります、じゃあ人を組みました、うん、新たにってなった時に、やっぱりね、このタイミングって分からないじゃないですか。分からないですね、その人のしゃべるなんか呼吸といいますか。これだから漫才の相方によう似たもんですよ。ほんまですよ誰かがコメントで言ってました、お笑いみたいや言うていや、ほんまにそれや思いますよ俺それでええかなと思ってるんだけど、お笑い出身ぐらいの感じで言っとこうかなと思って、そうそうそういやいや、いやほんまそれに近いことはやってるのかなって、ここにね、真ん中マイク立ててね、うん、これね、なんで喋りをメインにしてるかというと、喋りできたら何でもできるんですよ。いや、何でもできますね。トークできたらね、面白ないこと、面白くないこと、面白くできるんですよね。1を100にできる。そうそうそう、それがね、やっぱりこう喋れるようになると強いんでほんま、なんか普通にこういう番組やってなくても、まあ会話するじゃないですか、誰かと、はい、まあ楽しませること私できる自信ありますもん、うん、どんな僕もあれですよね、普通にリアルに人の前で自分なんちゅうのもうずっと一人で喋ってるタイプなんで、はいはい、いや、やっと相手喋れへんねんもんとか言いながら対等に喋るの私ぐらいちゃいます多分、うん、そうそうそう、もうずーっと俺がこうプレゼンしてる感じなんでな一人で永遠喋るんで疲れるでしょ、永遠喋んねん、ほんま終わったと思ったんだ。そうそう、なんかの営業とかでもそうですよ、このバンドのね、売り込みするんですよ、そのいろんな施設とか企業さんにはいはい、はい、あのうちのバンドなんかイベントで使ってよねって、うんうん、その営業する時があるんですけども、そういう時ももう行ったらその、まあ、相手ちょっとスーツ着た企業の人とかもいてたりするんですけど、ずーっと僕が喋ってるっていう、いやこうであれこうであれこうであれこれほらこうなるでしょみたいな、ずーっと喋ってるんですよ。ポケーズ、ああそうですか、へえ、はあ、そうほう言うて先方さんポケーっとしだって間がないですもん、こうさ喋、うん、っとったら、うん、ここ入る好きいうのがなくて、だからそのここ入る好きの見極めが普通の人は難しいと思うんですよ。そのね、なんか隙間開けんの嫌なんですよねそう、でも私その隙間をこじ開けて私喋んねんってやるから、うん、そう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 。それぐらいの中でこれね、なんか簡単に見えて絶妙な感じでやってたりするんですよ、実はね。ね、何も考えてないですけどね、お互いね、ぼえってなんかぼえってしながら喋ってますけど。だからね、これだけは多分その V1、ね、チャンネルが来ても、多分このやり取りだけは負けへんなっていうのがあって。まあ、そうですね。でまあまあ関西人ですんで、そのある程度ちょっと冗談かましながらっていうのはやってますけどね。まあまあね、うん、どんなことにもちょっとずつそうなんかちょっと笑い入れていきたいなと思ってやってるんですけどね。まあ、ちょっとしたねスパイスでね。うん、関西人のくせに思わないなって言われていや。もうなんかね、なんかね、やっぱりちょっと関西人である限りはちょっと面白いことやらなあかんなって思ったりもしますしね。おもろいに命かけてますんでね、関西人は。結構ね、ライバルチャンネル僕見てますからね。なんやかんや言うてね、あの僕すごいんですよ、センサーはすごいんで、もうずっと見てて、で結構その早口を真似してるしようとする人も出たりとかするんですけど、早口ってね、あんま真似無理にはせん方がええかなと思うんですけどね。合う合わないがあるんで、その人の喋り方でやればいいんじゃないか、うん、まあ、たまたまここ2人
人が早口なだけっていう話で、ちょっと頑張ったところあるけどな、 YouTube 向けにちょっと喋れるようにっていうのは頑張ってやってますけども、まあこれな、まあ1年半ねの修行の結果がちょっと今出てきてるかなっていうのがあって、まあ、ね、まあ、言うてまあね、口だけで8300人になってくれたんで、これありがたい話です、ね、本当口のほんまこれだけでね、口だけですから ね僕ら本当にこれも最初から決めてたんですよ、口だけで行こうと、音楽やれへんと、いや他の企画では何やかんやで再生数取ってもそれをやり続けなダメでしょう。あ、まあなんかね、でこう喋りながらこの僕らの人間味を出していくことで、この人間として気に入ってもらえたらなと思ってやってるんですよ。そのために喋ってるんですよね。まあそうですよね、うん、なんかただ作るぬんよりかもうそっちの方が継続しやすいですし、そう楽なんですよ、うん、絶対ね私途中でボロ出ると思います、うん、キャラ作ったら、うん、急にねなんかどっかの星からやってきました設定とかそんなんされたら全然出てきませんもん火星人ですよね、火星人です、そういう話して主食何言われたらもうとそこで止まります、そうそう、設定の、プログラムがなかったら出てけへんやつやろ、設定が甘すぎてってなるんでなんか一時期のユーコリンみたいな感じそう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 、どっかの星からやってきた設定は絶対できないんで、私ほんまにまあでもね、まあ、このままね、なんか人間味を気に入ってもらって、ね、まあその方がで喋ってできるって実はそのどこでも動画撮れるんですよ、そうまあ、楽なんですよ、わざわざね、まあ、こうやってスペース取ってはいるんですけど屋外でもやろうと思えばできますもんね、そうそうそう、どこでもこうスマホあればできるんで、まああとはね、そのまあ、どこでもできるっていうのと、その編集もそんなせんでええっていうのと、うん、で僕はその毎日更新をやりたかったんで、まあ、そこがまず第一優先、常にこの YouTube にいてる状態を作りたかったんで、まずそこから逆算してたんですよ、ほんなら何が自分たちだったらできるかなって考えたら、やっぱ喋ることかなっていう、まあ、これが一番効率いいし、手間かからんから続けれるよね、無理にやってもね続けれないんですよ、だから続けれることを続けるっていうね、まあ、それをやってるだけなんですけどね、私もおしゃべりが好きな方で良かったですね、うん、そうそう良かったね他人事これ嫌いやったら無理よね他人事でも最初になんかこう、まあ、初めて出会った場所あったじゃないですか、うん、京都のライブバーで、あの時にこうさんがなんか私のこと印象に残ったのが、あ、喋れる子なんやっていう印象もちょっとあったっていう言ってたじゃないですか、うんうん、そうそう、まあ酔っ払っとったけどな、あの時な、うん、だいぶベロベロやったんですけど、でもバーって喋ってんの見たらふーんと思いながら見てて、うんうん、でまあそれがちょっと5年後に YouTube で使うということだったんですよ。まさかまさかまさかのまさかでございますよ。まあまあいけるやろと、喋りのあれでもと、喋りのやつでもいけると思って僕は。まあでもなんとかかんとかね、今形になってますね。もう皆さん見ていただきたくはないですよ、恥ずかしいんで。当初の我々2人の、うん、あの動画見てみてください。私ほんまにアホなことしか言ってへんんで。フォー言うて、まあ、あとテンポが遅かった、遅いですね、うん、なんかこうお互いに何喋ろう何喋ろう言う感じがなんかもう、なんかもじもじしたんだもじもじで金もみたいなそんな感じでやってましたけどもね、まあでもなんとか今8000巻とか、そうですよ、本当にもう当初からはあの信じれない数字が、はい、はい、そうです、まあ、8000人で何を言うとんねんと思うんですけどもね、そのチャンネル登録48人でしたから、いやそうです、その時だってその1万人ってもう遠すぎやんて48と1万ってどんなやねん話じゃないですか、宇宙旅行行くぐらいのさいやほんまほんまそれぐらいの勢いっすよね、でもこれ YouTube 始めようと思った人でちょっとやった人は分かると思うんですよ、この難しさ、この何十人のチャンネル登録か、まずこの1000人を達成するのが超難関なんですよ。いやでもどの SNS でもなんかこう、うん、自分のフォロワーを1000っていうラインまで持っていくってかなり至難の技ですよ、うん、もうインスタグラムでも1000人のフォロワー取るのにどんだけ苦労せなあかんのみたいな感じになるんで、うん、YouTube でもっと激ムズじゃないですか、うん、言うたら、いや大変ですよ、まあ大変ですよ、インスタ、そう YouTube が一番難易度高いかな、うんうん、あのクリアしていくのはだって動画ですから、動画ですから、でその代わり動画なんで、うん、そのインスタとかツイッターとかのその写真とか文字よりも情報量が多いんで、印象のつき方ってもう数十倍違うんですよ、うんうんうん、動画一本で全然変わってくるし、でもやりようが多すぎてもうなんかどっから手つけたらええねみたいな絶対になるじゃないですか、人間って選択肢が多ければ多いほどなんかできなくなってくるじゃないですか、うんうん、逆にがんじがらめになって、だからまあ
でみんなそこで困ってね、よくチャンネル登録者を無理やり増やしたりするんですけどね、 あれがまた YouTube 的に逆効果になるんですよね、無理やり増やしたら。増やした人が再生しなかったらどんどん点数下がっていくんで、登録者と再生数と再生時間の割合でレベルが決まってくるんで、それが悪くなるんで、あんまりねチャンネル登録買ったりとかはあんません方がいいかなと思いますよね。賢いですね、うん、YouTube さん。そうそうそう、用できてるんで。ね。まあ、これからもね、まあ1万人の時はちょっと派手にやりましょう。そうですね。ね、1万人ってなかなかの区切りですよ。5000人の時もね、結構やったじゃん。やったけど、1万人やで。万ですよ。うん。まあ。1万人って結構なもんやで、言うて。いやもうその時はもうちょっとだいぶええシャンペーンをね。でも YouTube のフォロワー1万人言うたら、インスタで言うたら多分5万人ぐらいの価値あるぐらい。いやと思いますよ、多分ね。だって結構ハードル高くないです、 YouTube のチャンネル登録って。 YouTube は難しい。あのインスタってなんかパッてしやすいじゃないですか、フォローって、うん、そうそうそう、なんか良さそうやなみたいな。そうそうそう、ね、でも YouTube はなかなか難しい、ハードル高い、ね。うん、まあ、ということで、ね、1万人の時は皆さん盛大に祝いましょう。1万人超えたら5000人ごとにこういう動画出しましょう。今、ね、まあ、なんか1000人単位でずっとやってきたんで、はい、まあ、とりあえずこの前も7000人ありがとうってやっとったんで、うん、まあ、今回もやっとこうかっていう言い方そういう軽い感じでやってみました、はい、ということでね、ご視聴、ね、いつもありがとうございます、はい、ということで、これぐらいで終わりたいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではでは、毎日見てよ。ありがとうございます。Soon.